パンダフルボトル、ロケットフルボトル、これです。どうもアロハチャンネルです。今日はね、近くのお店のポスターでこういうポスターがね貼られていたので、ちょっと紹介というかね撮っています。で、ちょっとネタバレ要素もね含まれてるんで、今後のまあベストマッチ関連が書いてあるポスターになるんですけど、まずねこちらこういう感じで書いてますね。ラビットフルボトル、タンクフルボトルで、デラックスビルドドライバー、ガシャポン、お菓子売り場で、この2つは揃いますよと。でゴリラモンド、これ何で買えるかっていうのまで書いてるんですね。これはデラックスゴリラモンドフルボトルセットと、あとはまあガシャポン、お菓子売り場、食玩ですよね、でも手に入りますよと。そしてこちらタカフルボトル、ガトリングフルボトル、これはデラックスホークガトリングフルボトルセット、デカシャポンお菓子売り場。そしてこちら忍者フルボトル、コミックフルボトル、ね、デラックスニンニンコミックフルボトルセット、これはねごく最近ねアップしたものですね。そしてここからがネタバレ要素がありますね。パンダフルボトル、ロケットフルボトル、これでロケットパンダフォームということで、デラックスロケットパンダフルボトルセット10月14日発売予定。そして見た目がこちら、左側がロケット、右側がパンダの絵が描いてますね。めちゃくちゃ可愛い、すごく楽しみですねこれも。そしてこちらハリネズミフルボトル、これはねデラックストレールクラッシャーですでに持ってますが、消防車フルボトルというのも出るんですね。ファイアヘッジホーツーグフォームに変身ということで、この消防車フルボトルはデラックスパンドラパネルというのが11月中旬に発売するのか、でそれについてくると。で変身した姿がこちら、左側がね消防車のあのレッカーの部分かな、で右側がハリネズミですね。こんな感じ、めちゃくちゃかっこよさそう。ハリネズミはもうねすでに登場してますよね。そしてこちらライオンフルボトル、さらに掃除機フルボトル、掃除機のベストマッチはライオンだったんですね。でデラックスビルドフォンが11月中旬発売するので、それでライオンフルボトルをゲットで、右側掃除機フルボトルはデラックスフルボトルホルダーもゲットしますね。でガシャポンでも手に入ると。でライオンクリーナーフォームということで、もうライオンと掃除ってねなんかもうかけ離れてる感じありますけど、目のとこに入ってるのはライオンの迫力ある毛髪の部分がトゲになってますし、こっち側にもね左側のところ、腕のところにもライオンの手があって、めちゃくちゃかっこいいですね。そしてですねこちら2人のライバルが使うフルボトルもチェックということで、まあライバルっていうか今のところ完全なただの敵なんですけど、しかも結構凶悪っぽい感じで、これはおーなかなか悪役がありますね。悪役の使うアイテムっぽい、バットフルボトル、デラックストランスチームが10月14日発売ですね。でナイトローグが使うものですね。でもう一人チラッと出てくるね謎のライダー、こちらこれはコブラで変身、コブラフルボトル、デラックススチームブレード、これも10月14日結構10月14日発売しますね。ブラッドスターク、なるほど、このブラッドスターク、ちょっと全容がまだ分かりにくいですね。なので10月14日発売するのはこのデラックススチームブレード、仮面ライダーブラッドスタークが使う武器と、トランスチームガン、これも武器ですね。お10月14日すごいな。でこのロケットパンダフォームも10月14日ですね。はい、ということでねちょっとネタバレになってしまいましたけど、こういうポスターをね見つけたのでちょっと共有させていただきました。本当にねどんどん盛り上がっていきそうなので、仮面ライダービルドこれからも一緒に楽しんでいきましょうということで、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。